こんばんは今村え子です、えー、松原やすきさんのブログ幸せ系の仕事実を読み上げようのコーナー十です <laughs> この光何なんだろうね角度かなはい、では読んでいきます、えー、優しさ資質に感謝 感謝も思いやりと同じで自分の心に優しい気持ちがなければ持つことができませんそうでなければ人を顎で使うとか人を利用する心の冷たい世界しかないはずです感謝は何かをしてもらった時にまたはしてもらったと感じた時に心の底からありがたい感動に打ち震える存在してくれてありがとうと思うような物事のことです 何かをしてもらってから湧き上がってくるものの中で受動的な優しさ質ですこれも人によってどんな時に感謝の気持ちが湧き上がってくるかは異なります。例えば苦楽を共にした仲間といつも何かを作っている時に心がざわざわドキドキして「よし自分も頑張ろう」と思えるのは感謝です。 仲間に対する感謝があるからありがとうと思えそれが自分のやる気に転化されるのです相手を尊敬した時や専望の感情を持った時にも、同じこことがが起こる場合があります。一方で家族と共に晩ご飯の食卓を囲んだ時純粋な「ありがとう」の気持ちが湧き上がってきて 毎晩家族に感謝すす。るる人もいいと思います仲間に感謝する人が晩ご飯で家族に感謝するとは限らず毎晩家族に感謝する人が仲間に感謝するとも限りません。感謝も自分の心の在りかを探ることで自分らしい自分の感謝スタイルを明らかにすることができます。そして、 やはり感謝が心から湧き上がってくる分量や回数が多い方が自分らしい幸せ系の一日を過ごし自分らしくいられるということでもあるのです。感謝を探るときにちょっとした注意点があります。人はマイナスの状態を助けてもらった時助けてくれた相手に大きな感謝をする心理のメカニズムがあります。苦しい時 病気の時に献身的な看護をしてくれた時は個性によって感謝が湧き上がるのではなく誰でもそういう場合は感謝が湧いてくるものです。優ししさ資質としての感謝を探る時は誰でも持つだろう感謝ではなく自分特有の個性的な心から,湧いて心から感謝が湧いてくる。 という場面を意識して探ってみるといいと思いますまた感謝にはもう一つこんな特徴があるのでこれも知っておくといいと思いますんー人は潤沢に満たされているものには次第に感謝の気持ちをなくすという心理です例えば私たちは水道から水が出ることにほとんど感謝をしませんそういうものだと思っていますが アフリカの清潔ではない井戸水で暮らしている村に、上水道の設備が整ったとしたら、おそらく村人は涙を流して感謝をします。豊富にあるものに対して感謝の気持ちを忘れたからといって、それは感謝できない人だということにはなりません。まして罪悪感を持つ必要はありません。それは人間の心理として当然のことで恥じることではありません。 ですので考えようによっては潤沢豊富にあるのにいつも心から感謝が湧き上がってくるというものを見つけたらそれは優しさ資質の「感謝」であると見て間違いないとも言えます。これを横軸,横軸だとするならそれとは別の縦軸に「許し」と「厳しさ」があります。 許しも厳しさも心から湧き上がる優しい気持ちがあるから持つことができる優しさ資質のことです。とでは明日「許し」について書きます。はい、ということで「<laughs> えー、松原康樹講演会千里の道はここから始まる、えー」2016年1月26日火曜日2時から4時まで。 目黒パーシモンホールで開催します。みんな来てねー。じゃあねー。